黒柳正之です。よろしくお願いします。今日は、マイギターをね、紹介したいなと思います。マイギター、今日紹介するのはこちらのアコギですね。アコギ、これはまあ今もうステッカーベタベタになっちゃっていますけど、これ今まだね、ギターこっち、持ってきてからメンテナンスとかしてないので、まだ埃かぶってるし、弦もまだサビサビです。なのでもう音がビローンビローンって伸びちゃうね、いるギターになるんですけど、これはね、ほんとこんなステッカーベタベタに貼ってるぐらいなんで、もうね、メーカーもよくわかんないメーカーのギターですね。当時これはね、僕はまだスケートボードとかね、サーフィンとかね、そういったスポーツが好きで、遊びでやってた時、まあ、今超メジャーですけど、サーフミュージックね、ジャック・ジョンソンとかドノバンとかね、あの辺がね、まあここまで大ブレイクする前からはもちろん知っていたっていうところだけは言わせていただいてそこでね押さえておいて、まあそんな感じで、まあ、海行ったり、外で遊んでたりする時とか、こういうギター持ってね、なんか弾いてみたりとかしたんですけど、結局サーフミュージックは僕はやらなかったんですけど、まあなんで、まあ、今弾けって言われても弾けないんですけど、ダメダメですけどね。まだその時はね、思いっきりパンクロックをずっとやってましたんで、シンプルなやつしかやらなかったということで、まあオープニングもね、ラモンズとか弾いちゃうぐらいですから、まあそんな感じで、このギターはメーカーはよく分からずで、いくらで買ったんだろう、これもうなんで、ほんと外でもう遊びで弾ければいいやっていうことで、3万円か1万5000円か分かんないけど、でも多分そんぐらい安いやつです。でこれがね、またね、弾きにくいですよこれは弾きにくい、これなんだろう、原稿もねちょっと高いし、なのでもうほんと何も気にせず、とにかく安いの買ったんですよ確か。みたいな感じみたいな感じの曲とかやってましたね。なのでまあこれ、まあいろいろスケートの、ブランドメーカーだったり、まあタトゥーアートね、感じだったり、昔のバンドのねステッカーだったり、まあもうバンズとか、でまあここジブリ好きわかるかな、ジブリ好きわかるかな、ここに紅の豚ですね、紅の豚のキャラクターの、これ多分ね、ジブリ美術館行った時買ったステッカー、ですね。で友達の、まあ、好き、あこの辺はまあ好きな、バンドのステッカーだったり、おここにはタワレコが貼ってあるね、そうですね、友達が、いる、や今も今友達がいた、ショップ、サーフショップのステッカーだとか、まあそういった、ここに、多分北海道のお土産でしょうね、熊出没注意っていうステッカーがあったり、まあなんともセンスのないステッカーの貼り方をね、しています。まあこんな感じの、ギターを、持っておりますので、これはもう本当遊び用のギターですね、今まで紹介した、モッキンバード、なんちゃってヒデモデル、でエピフォンのレスポールで、ギブソンの SG と、あとこのアコギを今僕は所有しているということになっております。まあ、これもうちょっとね、弦張り替えればもう少しいい音にはなるんですけど、まあ音自体もね、まあそんなにいいとかそういうわけでもなく、ただ音が出ると、まあ、それこそこのギターなんかボードとか積んである、車ね、
当時ハイエース持ってましたからね、ハイエースにボードとか乗っかってる中にその中に一緒にぶち込んで、遊び回ってた時のギターなんで、状態も多分あんまり良くないと状態もあんまり良くないと。でまあアコギがそんなに、うまく、まあ、エレキとかねああいう方もねそんなに、うまく全然弾けないんですけど、こっちもそんなに弾けません。まあこんだけ弾ければ十分十分でしょね。まあそんな思い出のある、アコースティックギターで、まあ今どっちかっていうとね、エレアコが欲しくてエレアコを買いたいかななんていうところもね思っています。なんでまあそっちもね、もしゲットした場合はまた紹介できますが、まあそっちはねまだあといつになるかは分かりません。まあそんな、ところで、まあギター紹介だから、これは別にいいメーカーとかそういうもんじゃないんで、そんなに特に言うこともない特に言うこともない、まあ思い出話ぐらいしかないかなっていうとこですね。まああと、ついに公開されました、オンラインコピーバンド、企画がですね、ポップ D の、チャンネルの方で、公開されましたので、皆さん見ていただきました？初回、黒夢のライクエンジェルっていうね、また黒夢の中では僕はねメジャーかなと思ったらね、ちょっとマイナーな曲だったみたいでですけど、まあ、あんな感じでドラム東京、ギター、まあ、僕参加させてもらって、で、ボーカル掛川でベースも掛川っていう、ところでね、みんなそれぞれバラバラに撮って、ね、動画くっつけてやってみて一曲作っちゃう、ね、面白い企画だと思います、うん、自分で言うのもなんだけど、うん、面白かった、すごい面白かった。なんであれぜひね、今後次、次と次と、曲やる曲はもうすでに何曲かで、あとギターとかねベースドラム、ボーカル、もちろんもういろんなメンバー、参加方法をね、まあ、今作ってるんで、まあ、ぜひ皆さん参加して、一緒に音楽やって面白いことできたらいいなと思っているんでね。あとね、やっぱサックスとかトロンボーンとかね、そういう方面でもね、ぜひ、まああとピアノか、ピアノとかね、そういった方面のね、方なんかもね、ぜひね、参加していただけると、またできる曲もいっぱい増えるかなーなんて思ってるんで、ぜひ、もう気軽な感じで、まあね、あんま気軽言うとね、ミュージシャンなめんなみたいなこと言う人もいますけど、そうじゃない、そういうことじゃない、ね、そういうことじゃない、そういうことじゃないんで、まあ、楽しく、音楽っていうのを、始めて、音楽っていうのを楽しもうかなっていう企画になってますんで、その辺に関しては誤解のないようにお願いしたいなと思いますね。一音楽をやってたものとしては、まあ、その辺の気持ちはもう重々承知でございますんで、その辺は安心してやっていただきたいなと思います。なのでもう本当にどっちかっていうともうスタンスね、軽く挑んでいただけたらいいかななんて思っています。なのでまあやりましょうね、うん、まあそんな感じで今日は、音楽のお話をさせていただきました。あとまたアコギはもうちょっと練習しておきますじゃあね、バイバイ。